どうも、リルカです。昨日よりね、腫れてる。目が腫れてるのがわかりる？ちょっとこっちかな。腫れてるんですよね。目頭のあたりが。腫れてるのがわかりる？わかりる？あとおでこも腫れてるのがわかりる？と、こんな感じね。わかりる？鼻の血はね、もうだいぶ出なくなってきていると思う。ガーゼ昨日一回も変えてないもんね。変えた方がいいのかな、衛生的に。まあでも出てるっちゃ出てるけど、こんなに、まあ鼻ね、鼻も腫れてるけど、まあ大丈夫ですね。さっき病院行って帰ってきました。洗浄して。なんかさ、ここつけてもらったんですけど、なんかこっちね、やたらちょっとインサイド寄り？ちょっとインサイド寄りな気がするから付け替えようかな、外側に。ねえ、これ血取り替えたんかな？なんか、入れ替え、取り替えた？捨てたんかな？でもなんか結構血がまだ入ってますね。ね、髪の毛がそろそろボサボサになってきました。シャワー浴びたいですね。なんか髪の毛を洗いたいですね。顔も洗いたいですけどね。今日はね、ちょっと目元が腫れてるなーっていう感じがします。明日になったらもっと腫れてるのかな？どうなんでしょうね。まあ、3日目でこれぐらい腫れるかっていう感じですね。術後3日目ですね。で、明日はどんな目になっているでしょうか。でもそんなにまぶたが二重の幅が変わっちゃうぐらい腫れるとかそういうことはなさそうですね。こっちはそんなにだけど、こっちがね、こっちの目頭側がちょっと腫れてるぐらいですね。あとおでこか。おでこがちょっと腫れてるぐらいで。前回5月の整形の時と比べると全然大したことないですね。喉も痛くないからご飯もちゃんと食べられるし。あ、そうだ。UberEats。UberEats をね、頼みたい。今日は UberEats をね、頼みますよ。お寿司。UberEats でお寿司を頼む。地元に帰ったら UberEats 届きませんからね。東京にいる間 UberEats を利用したい。まあ術後の経過はこんな感じです。明日になったらこの触覚が取れるので。だいぶすっきりするんじゃないでしょうか。楽しみです。まあそんな感じですね。最後までご視聴くださってどうもありがとうございました。また動画をアップしたら見てくださるとありがたいです。じゃあね。バイバーイ。